おっす、日健くんです。新年明けましておめでとうございます。まあ今更ね、明けおめなんですけど、とりあえずね、まあみんなに謝らんといかんことがあって、まあ動画の更新、次回予告出してから1ヶ月ぐらいか、全然ね、上がんなくて本当にすいませんでした。動画上がらんかった理由ってのは、誰のせいとかじゃないけど、まあみんなね、各自それぞれこう忙しいじゃねえな、まあいろいろあって、まあ言ったところでね、言い訳になってしまうと思うし、まあね、やる気はある。ただね、こうやっぱクオリティに僕らはちょっと凝ってて、それでこう考えて面白いのが続いて、でもやっぱどっかでこうなんか案というか、そういうのが思いつかなくなったりするとどうしてもこう止まっちゃう。まあでもそれはまあ仕方ないことだと思うし、やっぱ見てもらう人には面白いって思ってもらいたいから、まあ僕は編集してないんでね、まあいろいろあってちょっと上がんなくて、んで一応まあ2月いつだ5か5日に、2月5日、夜19時にアップしますんで、ぜひね見てください。絶対面白いんで、もう僕らもね途中まで見てもうすげえ笑ったんで、まあ面白さには自信あると思うんで、クオリティとかね、なまあそんな感じで、あと1月30日昨日僕誕生日だったんですよ。でね、こういろんな人からおめでとうって言葉もらって、ああまだまだ捨てたもんじゃねえなってね、まあ嬉しいよね、プレゼントももらって。んでまあこう大事なもんをね、たくさん僕は失ったんですよ、いろいろとね。で今日こう大事なもんをね手に入れたんで、どこだ、見えるかな、名刺、これ日健くんの名刺で、裏にはねこうやって書いてあるんで、ツイッターとかインスタグラムの QR コードあるんで、ぜひね見てください。で僕とね、僕に会いに来てくれた方というより、まあ会った人にはね、このクソザコステッカーをね皆さんにお配りしますんで、ぜひねこれをもらって公衆便所とかに置いててください。まあそんな感じかな。日健くんの来店スケジュールはこちら、ぜひね遊びに来てください。ほんでね、あとツイッターインスタグラム、とかなんかいろいろやってるんでね、まあ調べてフォローとね応援よろしくお願いします。あとこの動画にも高評価と、あとチャンネル登録もお願いします。じゃあ、2月5日夜7時19時楽しみにしてください。本当すいませんでした。すいませんでした。誕生日はさ、好きな女の子と過ごしたん？あ？どうしたん？好きな女の子と過ごしたの？聞かんでくれる？